こんにちは。Our Life Japan & China のチームと申します。2024年の年越し、この4世は上联、この1世は下联、これね、この横批が龍年大吉、こういう読み方だったら上联左、下联右、この逆だったら上联と下联逆。難しすぎ。縁起のいい言葉が書かれた紙を玄関などに貼り、福を呼び込む。車にも貼るのね。ちょっとかっこ悪いと思っちゃうけど、業にいれば業に従えってことで我慢しよう。そんな大々的なものではないけど、ご先祖様にお供えする簡易的な祭壇も準備。市場に野菜を買い出しに行く。这翻过来，我这边都没有，就什么的，我看那个卷儿的。大眼毛。这应该好好感谢主，用生命啊。谢谢。
回こういう量が多いでしょ。これバラ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 したものでうん、骨付きの肉もカットして使うって。お姉さんはちょっとしたおやつ系のものをこしらえるらしい。苹果片别切太薄了。嗯。稍微厚一点。嗯。太薄。炸这个时候它就没有了。这是不是一级了？按正常哈，应该用蛋清，我懒得弄，我就这么样得了，就弄个鸡蛋得了。辽宁，一点点往里加，加就是它剩下就觉得都有点黏就行，不要加太多，感觉这剩下都沾点糊就行。加不加糖里头啊？不加糖不好得。你什么玩意儿？地瓜。地瓜本身的甜味儿，我觉得就足。那就不加。这面瓜就是没放糖，嗯，不甜。想不想要点甜呢？你还想要点咸的？嗯，你想要吗？哪个都行，哪个都行啊。嗯，这个就这样了，完了再这。哎呦，你可你小心点，别卡了，摔一跤完了。嗯，哎呦，完了。奥様はもち米の粉を練り始めた。こねたものをボイルしてからそれをついていく。こうすることでつきたてのお餅のようになり、
皿には冷めても固くならないんだってさ。お正月にお餅を食べる習慣は中国も日本も同じみたいだね。焼くことでさらに美味しくなる。豚さんの皮で作った煮こごりも大量。中国では新年の初日よりも日本でいうところの大晦日が一番大切にされている。家族がみんな集まり、おいしいものをたくさん食べて新年を迎えることをお祝いする。日が沈み出すと多くの人が道の片隅で火を灯し出す。ご先祖様を呼び戻す儀式。方便跟着声音来啊，来吧。
夜には何個かお金を入れた水餃子を作る。お金が入ってる水餃子に当たった人は今年一年お金に困らないと言われている。中国では日本で考えられない習慣がいっぱいだ。でも新年を迎えて最初に願うことは一緒。新しい年もどうか家族みんなが健康で元気に楽しく幸せな一年が過ごせますように。お姉さんだけなかなかお金が見つからないみたい。一二三，开始。完事了！哎，我丢了原地！哎我，这个，奖励呢？来吧，老姨，给我画泥人一撮吧。奖励呢？好意，我要奖励。全然みんな動いてないやん。ここ。哎，怎么就我这个？妈妈打给。妈妈大概三百了吗？多少？接着，完了，好了。不走，啊？怎么没走进来？你看看那个龙虾没走？冒雷，这么大，再走一遍，看他们走谁。还就一次机会。妈妈，再走一遍，你再要是没走出去，一人二百了哦。得了。